こんにちは。この Python チャレンジです。えー、と今回も楽しく、この間の続きをやっていきましょう。えー、この間、ね、いよいよゲームエンジンを使ってゲームを作り始める準備を始めました。ゲームエンジンピクセル。ありがたいですね、えーと。まずこれで、だからちゃんと書きたい、書けるようにして、それから今日はそれを動かす、動かせるように、第一歩、進めていきたいと思います。じゃあ復習してみましょう。えー、まず、ね。 えー、まずこのデスクトップ上で、えー、ピクセルを Python を動かす準備、えー、第40か41課、そこら辺をもう一度必要なら見直して、ちゃんとやってください。そして前回、ピクセルのインストールやりましたね。えー、コマンド窓からピップインストールでやる。それから絶対必要なのとして、えー、この北尾さんのピクセルのページ、下の方に概要欄にリンクが貼ってありますので、こそこを ここからここを探してください。で、日本語のところですね。いろいろ説明もあります。もちろん自分で読んでくれていいです。えー、色のことですとか、基本的なやり方。よし。じゃあ、ここら辺を参考にしながら、今日もやっていきましょう。と昨日、前回の続きですね。えー、アイドルを開きます。そして、前回のファイルオープンで、えー、タワー 1.py。前回作りましたね。 ちょっと動く、見てみましょうか。これは静止画を書くものでした。ランとやって、やると、はい、真ん中に、えー、東京、タワーがあって、展望台があって、太陽があって、それから宇宙船だか、UFO だかが、光の方にある、というような感じでしたね。はい。そしたら、まずこれは閉じまして、あ、そっか。えっ、ー、と、何でしたっけ、宿題は、建物を書き足す、でしたね。 えーっと、そうですね。ここら辺になんか建物を書きましょうか。そんなに高くなくていいですね。ですから、ここら辺だから、えー、っと、X 座標は30ぐらい。Y 座標、左上の点を見るんでしたね。だから Y 座標真ん中50ぐらい。で、えー、っと、まあ、幅10、縦50で、えー、書きましょうか。ですので、この一番最後ですね。えー、っと、 テキストの後に、ピクセル、ドット、えー、四角を書くので、レクタングル、レクトですね。で、えー、どうしようか。X 座標。左上の点の X 座標が30。左上の点の Y 座標が、まあ、半分ぐらいで50。えー、50ですね。それから、X 方向の幅。まあ、これはそんなに大きなくていいです。10ぐらい。Y は下まで、地面まであってほしいので、 で、同じく50ですね。縦の長さが100ですから、えー、50から50の長さで打ちますね。色は、そうですね。えー、このページを見ると、まあ、緑なんかどうでしょうね。使ってないから。じゃあ3番、えー。ここで3番。これどうなるかちょっと見てみましょうか。はい。お、なんか言ってる。なんか変だぞ。もう一回。えー、ランの。 はい、できましたね。こんな感じ、えー、建物。まあ、これ、出ますね。はい。えー、いいと思います。これで、えー、ちゃんとできましたので、まあ、こんな感じでいいでしょう。別に右の方に作ったっていいんですよ。いくつ作ってもいいです。はい。とにかく、こういうふうにやって、何か足したいものがあったら足すようにしてください。はい。じゃあ、今日は、これを変形して、これ、そのまま使います。 タワー1ですね。じゃあ、えっと、これをファイルメニューのセーブアズ、保存するですね。そして、まあ、タワー2にしましょうか。タワー1のところを直して、2。はい。そして、今度は、ちょっとここの場所を消けまして、そして、この、えー、ホームページですね。 ピクセルのホームページ、インストール法、サンプルを実行する、使い方。ここですね。アプリケーションの作成方法ってありますね。ここ、これがお手本となる、えー、ものですので、えー、そうですね。この2番目がいいかな。2番目の、えー、お手本。これを、どっちでもいいです。1番目でもいいけど、まあ2番目でいいでしょう。はい。 この、えー、アプリケーションの作成方法で、えー、1個目があって、実際のアプリケーションでは以下のように、えー、ラップするのがおすすめです,、まあおす,すめ。作者の人がおすすめしてくれるんで、えー、これをコピーして、ここら辺の空きスペースに貼ります。いいですね。これがまず、えー、さっき言った、あ、今日やることですね。はい。これ終わりました。はい、今日やることは、動かすためのおまじない。うん、これはちょっとね、 ここはさすがにおまじない、いつも同じようにやることから始めましょう。おまじないでクラスの準備。ピクセルのページから基本形をコピー。はい、これが基本形です。そういうので、ここに少しずつ貼っていきます。えー、っと、まずピクセルイニット。これを代わりに、この2行目の代わりに貼ります。ので、これはいらない。ね。 同じことやればいいから。えー、セルフの X。うん。これは、後で参考にするから、まあ、コメントアウトそれか、これはそのまま。いいですね。えー、これは終わったと。次。これ。白い画面を作る。これも最初に、あ、これはですね。ここ。ここ。その残り、残り全部は、えー、選んで、タブを1回、 2回打って、切り取って、そうですね。このドロー。ドローの後に貼りましょうか。ね。で、このドローにあったものはもういらない。いいですね。つまり、えそうですね。あと、この u デイトっていう、この2番目の関数のところは、そうですね。え1回。 コメントアウトして、まずちょっとパスって打っと,打っといてください。いいですね。はい。これは同じだからいらないね。はい。こんな感じです。一行目が、えー、オプションで、ラインナンバー入れましょうか。最初がインポートピクセル。で、クラスアップ。で、で、一つ目の関数。アンダーライン、アンダーライン、イニこのセルフっていう言葉も必要ですね。で、ここをこういうふうに打って、で、 こういうふうに言っていきます。さて、これまず実行してみましょうか。いいですね。つまり、アップデート関数は空っぽでパスだけ。で、ドローンとこに残り。はい。これでまずちょっと実行してみましょう。どうなるか。よいしょ。あ、同じものが出ました。いいですね。はい。これで、まずスタートできることがわかりました。さて、えっ、ー、と、じゃあ、前回のタワー1を貼り付けましたね。 そしたら、fps イコール1、1秒ごとをして、はい、これはですね、ここ、このイニットの中のピクセルイニット、この最後の引数として、端まマして、fps イコール1って言ってください。これは意味は、1秒間に1回ずつ画面を動かす、更新するっていう意味です。フレームパーセカンドという変数で、まあ、 標準ではもっとどんどん変えられますけど、今は1秒間に1回ずつやることにします。いいですね。次。プラス権変数を使おう。セルフドットセック。はい。こうやって1秒ごとに増えていく変数、セックっていうものを用意しますので、ここで、このセルフ、X、これをセックに変えましょう。ね。で、初期状態。 はい、初期値として0。このイニットっていう関数は最初に1回だけ実行されます。それから、このアップデートとドローっていう関数は、1秒ごとに2回ずつこれが実行されてこれが実行され、これが実行されてこれが実行されて、これが実行されそれが1秒ごとに1回ずつ実行されます。ですね。なので、はい、ここのコメントの代わりに、セルフ、 ちょっとおまじないが多いですね。セックプラスイコール1とします。こうやることで、1秒ごとにセルフドットセックっていうプラス変数っていいますけど、これが初期,を初期値0にして、1秒ごとに1個ずつ増えていくことになります。FTF スイコール1。これはつまり1秒に1回ずつこれとこれをやりますってことですね。それから、 self.seq="0". これは一番最初に0で1回だけ0にします。その後はこれが1秒1回実行されるごとにこの値は1秒を1つ増えます。という意味ですね。OK です。これはもういらないです。はい。空っぽちゃいけないのでセックますって書いておきました。はい。これで、まず、えー、ちゃんと動くことを確認しましょう。 はい。何も変化しません。でも、ちゃんと動きましたね。はい、切ります。そしたらば、表示を変えよう。はい。じゃあ、このセルフドットセックの値って、一個ずつ増えていくのをちょっと表示してみましょう。X のところに変数を表示する。はい、そうですね。ここに、ありますね。ここに、この値を表示する。どうしたらいいんでしたっけそう、F 文字列ですね。ちょっとやってみよう。 f って書いて、シングルコートでもダブルコートでもなくて、ここ、x のところに、中括弧して、で、セルフ、ドットセク、中括弧閉じる。はい、これでいいですね。これで、果たして数字は増えていくか、1秒ごとに増えていくか、しみですね。はい、実行してみましょう。よいしょ。はい、1、二。 いいね。ちゃんと1秒ごとに増えていってます。6、7、8、9。いいね。はい。これが基本となるクラス変数。中で状態を持つ変数の扱い方です。いいですね。はい、はいえー。切りますよ。閉めますよ。閉じます。はい。ということで、今日は大事なことをいくつかやりましたけど、割合簡単でしたね。はい。えー、まず、この、 ホームページから、えー、おすすめですっていう、この形をコピーしてきて貼りました。そして、前回作ったタワー1ワ。タワー1ワ開いてみましょうか。タワー1ワ。タワー1ワを参考にして、ね、これがタワー1ワ。こいつをここに貼りました。その後、FPS イコール1って書きました。これは1秒間に1回ずつやれなさいっていう意味だ。それから、 残りのやつを、ここのドロー関数のところに入れました。ね、その後、えー、セルフ、このクラス関数、クラス関数を0にイニットで初期化した後、1秒ごとに、ここで増えていくようにしました。そして最後に、それをここで表示するようにしました。いいですね。多分やってることは分かると思います。はい。 これで、とにかく状態を持って、だんだん数字が増えていくっていうことができるようになりました。それを使うこともできるようになりました。はい。これから、次回はいよいよ、えー、展望台とか UFO、宇宙船を動かしてみますよ。はい。では、また続き見てください。今日はここまでです。ありがとうございました。さよなら。